心配はいらない、大丈夫だ。私はいつもつながっている。さあごらん、日が沈む夢を見て、安らかに。もう一度つながらなければ、アメリカを再建するの。アメリカの時代は終わった。また世界をつながなければ、人類は皆滅びてしまう。アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。シティの独立自治を要求し、彼らは都市連合への加盟を拒否。その彼らとは？彼らは分離過激派の武装集団だ。人を殺しボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ、あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。キウのせいで逃げていった。ミュールも BTA の恐怖には勝てない。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。あまり気分のいいものじゃないな。さあ、あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。
繋ぎ直してくれ。アメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない。奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。俺はデス・ストランディングの正体を掴んだ。この手を人とつなぐことはできないが、俺はあの世とはつながっている。世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせて、みんながもう一度つながらないと。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること。もうすぐ君に本物を見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。プレイステーション。